はい、皆さんこんにちは、ニマトリックの池田です。こんにちは、坪井です。いつもだったらね、溝井さんにお願いしてたんですけれども、ちょっと溝井さんは来週登場いただくということで、ちょっと今週は私の方で一つ機能を紹介したいと思います。はい、どんな機能なんでしょうか。はい、ツインモーションクラウド。もうタイトル通りですか。クラウドのことができる。そうそうそう、何かというと、ツインモーションって基本的にこう PC でね、こう見るっていうことなんですけれども、それをこうクラウドに上げてブラウザで見ることができる。見るだけ、操作はできないですよね。操作ができるんです。操作もできるの。操作というか、まあそのブラウザ上で自由に動くことができます。ウォークスルーみたいなことがブラウザ上でできる。そう、そうそうそう、まあ、その他にもちょっといろいろできることがあるので、実際の画面で紹介したいと思います。早速見せろ見せろですね。はい、じゃあ画面切り替えます。こちらのツイモーションの今、画面になってまして、まあ、簡単にちょっとリッケドで作ったデータをツイモーションに持ってきて、まあ、ちょっと背景と、あとちょっとまあ人物ちょっと歩かしてみました。猫背ですねこの人。姿勢が悪いですよ。はい、まあ、今日紹介したのはこの人物とはまああんま関係ないんですけど、クラウド上にこのツイモーションのデータをアップしたいと思います。はい、この右上の目玉ボタンを押して、一番下にこのナビゲーションっていうボタンがあるんですけど、これでナビゲーションを表示とすると、こんな感じのこうバーがこう表示されます。で、この一番右にあるクラウドへのプッシュ。プッシュ。そう。これを押します。上に上げる感じですかね。そう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 。アップロードします。はい。サーバーとのトーク。そう。まあ、皆さん持ってると思うんですけど、エピックゲームアカウントっていう。それはツイモーション。そう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 。ダウンロードするときに皆さんあのアカウントを作ってるはずなんで、そのアカウントに紐づいてる。なので一番最初にこれアップロードするときにはそのアカウントの、メールアドレスとパスワードを入力する必要があります。ちょっとこれしばらく時間かかります。で、完了しましたので、この下のツインモーションクラウドを開くっていうボタンを押します。そうするとこんな感じでブラウザが立ち上がってきます。あ、これブラウザ、これ今エッジですね。エッジが立ち上がってきました。で、私ちょっと今あらかじめ1個上げてて、今回2つ目をアップしたんですけれども、こんな感じでこう先ほど言ったようなエピックゲームズアカウントに対してマイページがこう割り当たってて、これを100プランまでアップロードできます。100プランまでアップロードできる一つのアカウントで。で、一応容量制限として一つのプランで2ギガまでの容量制限があります。まあでも小型だったら、あんま超えないかなと思うんですけども。まあね、よっぽど大きい物件とかね、連投とかになるとちょっと怪しい。そうですね、ちょっと怪しくなってきますね。で、これをこの後どうするかというと、ここです。はい、パスワードを有効化ってすると、まあ、パスワードつけたりすることもできるんですけども、この URL 共有できるってこと？そうですそうですそうです。おほほほほ。この URL をコピーでして、まあ、メールだったり LINE だったりチャットだったりで、この URL を、まあ、例えば接種の人だったり営業の人だったり、この URL を送ると、ブラウザで、このデータを開くことができます。で、どんな感じになるか、見たい見たい。その受け取った人がどう、どう見る、どんな感じになるか、そうです。ちょっとこの表示ボタンを押して、あなたはプレゼンテーションに接続しています。ちょっとこの辺がね、あのさすが日本語アメリカ感があるんでしょう。そうそうそう、ありますね。なんかこう、はい、海外版のものをだっていう。そうそうそう、ページを更新しないでください。更新するとセッションが失われます。この間ほっとけと、青いバーが。そう、右に行くまではちょっと触らずにちょっと待っといて。割と展開に時間かかりますね。そのパッと開くもんじゃないのか。これを今、クラウド上にアップロードしている 3D データ、テクスチャーデータを今こう、逆にダウンロードしてるということですね。ほー。行きました。はい。
こんな感じで、まあ普通に、まあスイムモーションと同じようなマウスの動きで、動くこともできますし。あ、本当だ、さっきの姿勢が悪い人も歩いている。でキーボードちょっとね、実際に動かすよりはちょっと、まあブラウザで動くんで少しこう片ついたり、ああ確かにちょっとカクカクとはしますね。そうそうそう、でちょっとこう 動いた後にちょっとこう若干こうガビガビっていう感じになったりするんですけど、まあこの辺はね回線速度によって、滑らかさは変わってきますね。はい、まあ時間変えたりもできるんですけれども、例えばレンダリングモード、こうするとこうホワイトモデルみたいな感じでこう表示したりとかもできます。なんか模型みたいな。そうそう、模型っぽいでしょ。でこの輪郭付きとかってするとこう、なんていうの、こう陰線、CADのこう陰線処理っぽい感じ。ほうほうほう、こんなこともできます。まあ金属とか、まあこれはあんま使わないんですけど、ちょっとこう、あ、でもちょっとかっこいい。なんとなく、そうそう、なんとなくかっこいいでしょ。まあこれで何するやんって、まあちょっとターミネーターっぽい感じ。確かに。まあ多分あんまほとんどこのデフォルトになると思うんですけど。まあその他品質、重かったりしたらこう品質変えたりとか。まあ、歩く速度変えたりとかもできます、というように本当にもうそのツインモーションで触ってるかのようなブラウザ上でデータを共有できると、という感じで作ったデータをクラウド上にアップロードして、で、URL だったりこの URL プラスこのパスワードを送る、貼り付けてみる、どんな感じになるか、コピーして、URL とパスワードをコピーできた、なるほど、セットで、はい、これをセットで送ると、この動画に書き出して送るのとブラウザでアップロードして URL を送るのと、どっちの方が手間がかからないんですかね。手間がかからないのはもちろんこっちの方がかからないと思う。じゃあまあその最終のね納品とか最終のものじゃなかった途中なんかのやつだったらこっちの方が送って、これでどうですかっていうやり取りは確かにスムーズにできるのかもしれないですね。でこれブラウザで見れるんで、iPad とかでも見れるんですよ。ああはい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 。iPad とかでサファリで、この URL を開いてブラウザ上で見るということができます。ちょっとあまり紹介はできてなかったんで、ちょっと改めて紹介させていただきました。はい、確かにあのね、場面によってスッと遅れて早いで、すしさんもすぐにブラウザで見れるっていう手間はねかからない。まあその提案の場面に応じてぜひご活用ください。はい、はい、それではリック TV トピックス、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。